眉マスカラを塗り忘れてました。なのでちょっとなんと眉毛が真っ黒黒好きなんですけど、ちょっと眉マスカラを塗る時間をいただきたいと思います。なんかちょっと鏡反射するからこうやって今眉毛塗ってる。待って待って待って、配信スタートする前に塗っとけばよかったんだけど。塗れました塗れました。はあびっくりした。何が、はいはい、はい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 、というわけでですね、はい、というわけでですね、ちょっとね、今日バッチリメイク全然バッチリじゃないよ。眉マスカラ塗るの忘れたからね。私今チーク塗り忘れてることも気づいたみたい、中村ゆかちゃんから。今パーッと塗ります。で、中村ゆかちゃん眉マスカラもチークも塗り忘れたと思ってたら、目の下のキラキラも入れ忘れてたみたいはい、そうみたい。だからちょっとなんかそのキラキラをちょっと今入れさせてもらおうかななんて思ったりとかしてるんですけど、ちょっといただきますね。5秒で終わります。1、2、3、4、5、はい終わりました。はい、はい、終了しました。はい、 NGT48 の中村彩香です。よろしくお願いします。はい、できましたけどね。早い？早かった？ちょっとさ、美容院に行けてなさすぎて前髪がもう伸び伸びなんだけど、ピン、はい、かわいい、かわいい、かわいくないです。ありがとうございます。やばくない？この眉マスカラ塗り忘れることって私人生であんまないの。チークとかはよくあるんだけど、リップとかだけどそう、髪色めっちゃ落ちたの。なんか目かゆいし、目かゆいのはなんで、何を忘れた、目薬のし忘れ、違うね。はい、最近料理してるんだけど何作るか目からかゆいして。いいよ、餃子餃子食べたいの。眉マスカラはまあさ、日本人って大体眉毛黒じゃん、大体とかほぼ黒でしょ。で、髪の毛の色がさ、まあこの色だとしたらさ、この色なのに眉毛黒っておかしくない？だから眉マスカラを塗ります。そうすると色が明るくなりますみたいな感じはい、前髪が今ね、その美容に着てないからあれですね、伸び伸び。あゆ太郎青春の木いない。ね、春はどこから来るのかと世界の一重にいる。はい、なんか眉マスカラ、眉毛の色をワントーン明るくすると結構垢抜けて見えるからおすすめ。はい、はい、あんまこのね、この前髪があんま好きじゃないんですよ。はい、カトミナなんか料理して、分かった、明日するから、明日料理配信するから私も、はい、明日何時にしようかな。今日はトレーナー着てます。これは合宿中に着てて、一生懸命こうやってうざ練習してたら、張り切りすぎて裏表逆に着てたトレーナーです。はい料理するよ。家に何があるか全く知らないけど、うんでもさ、あゆがさ一生懸命何か、例えばじゃあ明太子パスタを作ったとして、明太子パスタよりもどうせみんなうどん茹でた方が好きなんでしょ、私知ってるんだから私がなんか張り切ってなんかカタカナだらけの食べ物を作るより、なんかうどん作った方が多分みんなはね喜ぶんだよね
私知ってるんだから。そうね、目茹でてるのが好きなんでしょ、うん、知ってるんだから。あ、待って、ごめん、明日無理だわ。明後日でもいい、料理配信。明日無理だわ。明日無理だった。明後日にします。明後日絶対する。指切りしよう。指切りはできない、約束しよう。明後日する、明後日絶対するから、本当に約束する。はい。明後日ね。はい。そう、私その一人暮らしじゃないから、ちょっと私以外の問題もあったりするので、ちょっと明日ダメだったわ。明後日にします。明後日絶対する。はい、ちょっと熱いな。うん、はい、そう、明日は何時かな、全然決めてないな、まだ。何時にしよう、夜かな、多分ね、夜。はい、そうだね、そう、明後日かな、明後日は昼とかかな。はい、よいしょ。これさ、なんか この価格ってどこなんだろう、みんなどこで配信してんだろう、家の。はい、今日もゲーム、今日ゲームしてたよ、あつ森。おすすめのゲーミングチェア、わかんないけど、私がなんかやっぱあって、ま、嬉しいなっていうのが、ここのね、この音わかる？なんか収納されてるんだよ、この足置き場って。なんか足置き場にすると、今椅子がここじゃん、まあここまで来れるんですけど、あの椅子が動いてないんだけどね、まあ足置きに来てるだけだ、ね、この足置きがめちゃめちゃ楽。このちょっとね、映せないんですけど、足置きがある方をおすすめします。そう、ふくらはぎにするとこがあるの。そうなの、足置きがあるとやっぱね、便利かな。どうやって決めたの？色だね。足置きがあることと、やっぱその見た目と色。私がゲーミングチェアを買おうって思って、じゃあどうしよう、あ、どれにする、いっぱい種類あんのね。 Amazon とか、そのそういう、もうそういうサイト見てもいっぱい出てくるの。だからどれがいいか全然わかんないの。そうなの。で、そうなの。フットレストって言うんだ。で、まあ見た目、赤とか、やっぱそのさ、私一応女の子の部屋なので、なんか赤と黒とかだとちょっとなんか部屋と合わない気がして、で、あとまあシンプルにっていうか、私の好み的にその黒とか白とかの方が好きだから、色合いかな、色合いと。そうなの、ちょっと どこのってどこ、箱捨てたな、ちょっとどこのか分かんないです。気になる、どこのか気になるの、そんなに。一人で組み立てたの、そうだよ、肘置きあるよ、ここに。うるさ、うん、と、色合いと値段と、そう、お値段とね。そのやつ寝れるよ、いつもとメイク違う、え、全然違わないんだけど、何も違わない、ほんとナツラルメイクですね。うん、同じの欲しいの、同じの欲しいの。うん、でもさ、メーカーがどこに書いてるかわかんないんだけど。ヘッドレストないんだよ、ほら、ポーン。あゆ太郎、高速バス乗ったことある？あるよ、いっぱいある。ちょっとわかんないわ。
分かんない、分かんないわ、だってないんだもん、書いてないんだもん、ないよどこにも。ごめんごめんね、なんか、うん、背もたれの人みんなめっちゃお揃い欲しいじゃん、なんだろう、ないよ、あー探しとくわ、じゃあ、どこ？これ、わかんないよ。うん。しょうがないな。でも分かる、推しメンとお揃いのもの買いたくなるよね、分かるよ。でも分かんないな、違う違う違う、分かんないの、どこの買ったか分かんないな、ちょっと探しとくね。そう、確認、そう探してみたんだけどね、ちょっと携帯だったら分かったかもしれないけど、携帯がこっちも携帯で配信してるから、何にも頭の人書いてないよ。、うん、ちょっとね、携帯じゃないから分かんない。あ、でもなんかいろんなタイプのゲーミングチェアがあって、例えばだけど、あの暑い時はこれちょっとレザーっていうの、これ革、革なの分かんないけどさ、こういう革みたいなさ生地はやっぱその汗かいた時ちょっと足とかさ、ちょっとなんかたまに、どうだろう、なんかその私が買う時にいろいろ私もいろんな人に聞いたりとかしてんだけど、この生地は、私はそんなことないんだけど、そう、なんか夏場蒸れやすいみたいな、だから汗かいたらね蒸れやすいみたいなのは、ね、私はなんかやっぱそのさ、クーラーの下で生活してるからか、そうそうなの、なんかこれが蒸れるのが嫌な人は違う、なんかメッシュみたいなのとかって気がする。うん、あ、そう、エアコンあるしさ、別にそんなゲームしてて汗かくことってないからあれなんだけど、うん、あ、車とか、車と同じ感覚じゃない、わかんないけど、車持ってないし免許ないしわかんないけどそんな感じじゃない。肘置きが上に跳ね上がるなら同じの買います。何跳ね上がるって、ここ高さ変えれるよ。じゃあ今これが右肘が、今これね、これが一番低い肘、何の解説してんの私、高いとここ、何わかんないよそうそう高い、いくらだったかな、その細かい金額は覚えてないんですけど、2万くらいって気がする、2万3万は言ってない、2万くらいだった気がするんだよね。これそんな高く、ゲーミングチェアもいっぱいあって、高いのもっと高いのあるんだよね。なんか2万って多分 安い方だと思うよ。そうそうね、見れば多分ね、ゲーミングチェアで調べたらね、いっぱい出てくるから、あ、高いのってこんなするんだみたいな、うん、ゲーミングチェアの中では求めやすい金額となっておりますので、ぜひご検討いただけたらなと思います。はい、もうゲーミングチェアの話ここら辺でいいかなゲーミングチェアで10分ぐらい喋ってるうん、もういいかな、うん、いいの、いや全然、いや、みんながいいならいいけどさ、いや、いらない人からしたら何の配信ってなるじゃん、普通に。
だからさうん、いいんだけど、私はいいんだけど、みんなから他の人ねがちょっと心配になっちゃう。テロップね、テロップ入れなきゃダメだよね、そう思ってた、思ってたわけじゃない、今思った。何にしようかな、今日は何の顔文字にしようかな。今日は変なやつがいいよね。あ、これでいいやこれ何うん分かんない、なんかあったクマ、あ、そうなん、これクマなん、え、これクマ、どこがクマなの、分かんないけどこれ猿、いや分かんない、おのおのでいいよ、おのおの好きなので。同じ S 買ったらあゆ太郎ごっこできる。何あゆ太郎ごっこって、ちょっとそれ詳しく聞きたいな。じゃあそのあゆ太郎ごっこどっかに載せといてねあゆ太郎ごっこって、どうやって見ればいいの。どうやってか、どうやって調べればいいんだろう。あ、わかんないわ、調べとくねいつの話になっちゃうじゃん。どこなんだろうね、忘れちゃった、わかんないよくなっちゃったわかんなくなっちゃった。わかんないけど、まあ好きなの買えばいいと思うよ。ゲーミングチェアは、はい、そんな感じですね。あとは私の近況報告といたしましては、最近はこれですね。こうやったら映んじゃね、私のほらゲーミングでモニターがちょっとね高さが合ってないんだよね。はい、あつ森ですね。映してやだよ、恥ずかしい。やばい、椅子特定されてる、ウケる。部屋ある、何が、分かんないですけど私がどこのか分かんないけどみたいです椅子見えないからやったらどういった、マジではい、ボディ、ゲームとショールーム以外な毎日何してんの。犬と遊ぶか、テレビ見るか、家にいる時でしょ。まあ今基本的に家にしかいないけど、寝る、起きる、モバメ、SNS、ゲーム、ご飯終わりねえもうひんま、好きなテレビ番組、アメトーク、なんだろう、アメトーク、あー昨日めっちゃなんか録画してたやつ見てめっちゃ笑ってたな、あの有吉の壁がめっちゃ面白かった、なんだっけな、ミスターパーカージュニアみたいなやつがめっちゃ面白かったはい、面白いんだよ、面白かったよね、見てた人いる、あ見た
めっちゃ面白かった。あとなんだろう、毎回なんか何見てるかな、いっぱい見てるんだけどね、うちのガヤガとか何でも見るけど。あゆ太郎日記更新今日してない、やばい、今日する。フォトログ見てね。あとねドラマを逆にあんまり見なくて、クイズ系は苦手なんですよ、クイズが。なんかどこどこの首都はみたいなのとかちょっと苦手だから、日中更新やべ。そうなの。 YouTube はゲーム実況ばっか見てるね。ゲーム実況とか、あ、その自分がやってるゲームスプラトゥーンとかの実況動画見たりとか、スプラとか、あと普通にゲーム実況見たりとか、あとなんだろう、何見るかな、あとなんか関連動画、おすすめ動画出てきたやつとか。あと虫の動画見てる。虫全然触れないんだけど虫ね見てる、虫の動画。おぎゅうかと対戦したことありますか？あるよ。そうなの。虫の動画見てる。O チャンネルさんっていう、なんかいつもでもね、そのやっぱ女の子で虫見てる人ってあんまいないから、うちの周りに。だからなんか最初の挨拶みたいな真似するんだけど、誰も誰も分かってくれないんだよね。そうなの。どうも生物観察の鬼ですって言ってるって気がする。虫でも触れるわけじゃないんだ、家にいたら本当に私はもう叫びまくる、叫び散らかすし発狂すると思うんだけど。そうだけど、なんか一時期すっごい見てる時があって、虫の動画をね、いろんなチャンネルの YouTube の、わかんない、なんだろうね、なんかそういうの見ちゃうんだよね。なんかこれ言ったらドン引かれるんだけど、なんかそのなんていうの、なんだろう、ちょっと言わないでおくわ。そうなの、ちょっとね、なんかそういうなんかなんだろう、よく変わってるって言われますね、動画のセンスは。いや食べる系はちょっと見れないですね。あとね、絶対見れないのが、まあ、そのビビリっていうのがあって、その怖いのが見れない。リカタンとかさ、大滝とか怖いの好きなんだけど、私はちょっと怖いのがちょっと苦手ですね。虫食べるの絶対食べれないです、本当に絶対食べれない。だから本当画面越しでいい感じなの。そうなの。でもゲーム実況の怖いやつもギリ、なんか来るなって思ったらちょっと隠しちゃう、こうやって。そうなの。心霊体験したことまるでないんだよね、だから本当にないの。そうだからね、女の子みたい、一応女の子なんだけど。そうなのに感動系って。何感動系、お化けの感動系ってこと？何お化けの感動系って。でもなんだろう、まあ飼ってた愛犬、亡くなった愛犬が夢に出てくるってことはね、まだ全然ある。めっちゃある。
感動する YouTube ってこと？ なんだ、感動するお化けの話かと思った。なんだそれって思って。うん、なこね、うん、何、感動する YouTube ってなんだ、感動する、感動系ってなんだろう。あと、あのシンプルにですね、あのミュージックビデオめちゃめちゃ見るわ。うん、あんこはもうそんな出ないけど、なこはまだ出るね。うん、元気かな。恋愛系、え、マジで見ないんだよね。そうなの、全然見ない、ゲームばっかだね、うん、あ、私の最近のお気に入りアイドルさん、なんだろう、そんな私がお気に入りなんて言っていいのか、いいのか。うん、ちょっと今ね、自分の YouTube の、うん、ない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 、あ、言っていいか、でもなんだろう、どうだろうな、よく聞くのは、よく聞くのは最近はゾックさんをよく聞いてますね。か、あとは、あ、でも昨日あれ見ました、イコラブさんとノイミーさんのなんか2つのグループで歌ってる曲の、家で撮った歌のそれ、ちょ、なんて言えばいいんだっけ、歌のそれ、あのあれ、あれ聞いて NGT もできることなんかないかなって考えてた。そう、出てたよね、歌、歌、ミュージックビデオ、あれミュージックビデオなのかな、分かんないんだけど、ミュージックビデオか、そう。そう、イコラブさんマジかわいい、だ、いっぱい好きな曲ある、そんなめちゃめちゃ詳しいみたいなわけじゃないんだけどね、NGT もなんかできたらいいんだけど。その中の私の YouTube 事情、履歴見る、履歴言おうか。履歴、あ、ケミオさん見てるわ。ケミオさんおもろい、え、別にいいよ、履歴でしょ、うん、あとなんか動物の森のなんかシマクリエイターの動画とか、うん、とかかな、あとは、あとはね、昨日ね、なんか48グループとかなんかその乃木坂さんとかそののドキュメンタリー映画の全部公開されたやつ、悲しみの忘れ方と乃木坂さんのね、あと HKT さんのと NMB さんの尾崎支配人が泣いた夜とドキュメンタリー NMB さん道頓堀を泣かせてくれのあのですね、予告動画を見ました。予告動画見てなんか一人でうるうる来てました。うん、とかあとはね、そんな感じかな、うん、予告動画だけ見た。え、本編ってどっかで見れるのかな。全部見たことあるんだよ。あ、マジ？映像倉庫で見れるの？本当？そう、全部見に、悲しみの仕事見に行ったかな、全部見に行ったんだけど、
実際にね。あ、そうなんだ。へえ、うん、そうなんです。面白いアプリショールーム、黙ります。なんだろう。なんだろう、そういうことじゃないもんね。面白いアプリでしょ。私も知りたいかも。何がおすすめ？任天堂スイッチオンラインしかちょっとあんまり使ってないからわかんない。なんだろう、うん、私あんまアプリ入ってないんだよね。うん、TikTok も私やってないし、うん、だってみんなが今おすすめしてくれてる。おすすめする動画 AI ドールもね、 NGT48 物語も、 NGT から2個アプリ出てるからやってほしい。うん、はい、かな。うん、そう、 TikTok の私でもやってないからさ。うん、そうなのよ。やだ、私絶対そのなんていうの、センスないから TikTok なんか絶対ね、ちょっとできない。ちょっとあと自分でちょっとシンプルに恥ずかしいかも。ちょっとできない。なんかこれちょっと一昔すぎ、今こんなんじゃない、ちょっとこれしかわかんないんだけど、これなん、しかもどんなのとかちょっと忘れちゃった。これも流行ってない？これなんだっけ、これ妖精夏が違う、なんだっけ、ちょっと待って、忘れちゃった。え、なんだっけこれ、あ、パンケーキ食べたいだ。パンケーキじゃないじゃん。違った、歌全然違った。じゃコメントラがあるからさ、分かんなかった。全然違った、うん、違ったね。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、うん、汚い、うん、うん、間違えちゃったね。TikTok だから分かんないんだよ、どんなのやってんの私とか、タン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 しか分かんない。もう分かんないんだって。TikTok、 昔はさ、なんか YouTube のさ広告動画に出てきたじゃん。最近出てこないから分かんないんだよね、あの。うん、最強ツインテール、あの消えないしな。僕の好きな最強ツインテール、そうだね。いやでもね、ツインテール、私でもさ三つ編みしてみたいんだよね。でも長さ的に、あ、この長さで三つ編みはしようとは思わないんですけど、今多分やったらね全然結べないと。ね、三つ編み可愛いよね。三つ編みの女の子って可愛いよね。私も思う。ただ私に関しては毛がねえですな。あー、これ三つ編みってことにしてもらっていいじゃん、そしたら。うん、じゃあこれ三つ編み。
てやんだろう三つ編みって。多分なんか私編み込みができないから、編み込みができたらね、多分ここからもうすでに編まれてるから、ちょっと私ちょっと誰かでいない、編み込みできる女の子やってえこっちってどうやってやるの。待って、こっちできない。三つ編みでしょ、でも何年もやってないもん。だって何年も毛ないから。あ、こっちの方がなんか長い気がするんだけど、いけてない？お？え、できた。あ。え、できてる。できてる？じゃあこっちもできんじゃね？短い、やっぱ髪伸ばすかな。ちょっと三つ編みしたくなってきたわ。三つ編みしたことが絶対無理だわ。あのね、ゴムないし、片手持って片手しゃ自撮りでしょ。絶対無理だわ。これをこうして、こうして、こうして、うん、うん、あ、無理だわ。エクステね、ちょっとつけてみたいなって思う時もあるんですけど、私多分そんなエクステってケアめっちゃ大変って言うじゃん。AKB 新聞早く見たいね。ちょっとでもね、私ももう私がね聞いてもわかんないのであのね、ちょっといつですかって多分リプライ飛ばすのが早い気がするちょっとね、私もなんか私が一番知りたいんですけどね。ピアス見せていいよ。ちょっと1個してないけど、はいちょっとついでにこことここと、ここできないな。三つ編みむずいな。前髪邪魔だな。うん。うん。あとはここと。なんか眉毛変じゃね？こうやって喋る。あ、ダメダメだ。こうやって喋る。これと。これうん、自分で開けるの。あ、ロブ耳タブは自分で開けて、他は開けに行ったねこうやってありがとう、嬉しい。あ、自分で開けたのはピアッサーでバンバン来ました。やめてみんな、そうなのアイシャドウ、うん、オレンジ。あ、なんかピンクに見える。なんか見せ方やばくない？オレンジってやばくない？うん、そうなの
レンジ。寝るときは、うん、下まま寝てる、うん、だからたまにちょっと取れてたりする。そう、軟骨はね痛かったよ。軟骨が一番痛かったかも。ごめん、なんかすごいビビらせるてるかもしれないけども、軟骨が一番痛かったかも。あとでもやっぱピアッサーはおすすめしないかもしれない。あと自分で開けること自体があんまおすすめしないか。開けに行く方が私はお金かかるけど、開けに行った方が絶対にいいなって本当に思う。軟骨は引っかかるから、こうやってさ髪こうやってったらさもう引っかかるじゃん。もうそれでプラス痛かったりするから、うん、そうなの。怖い、ごめん、話やめる。ゆるり系の可愛いピアス、え、欲しいんだけど、なんか私その可愛い系の店がちょっと分かんなくて、どこに売ってる？ちょっとどこに売ってるか分かんないから教えて。うん、そうなの。だからね、そうだね、自分で開けるのはあんまおすすめしないかも。うん、そのビビったりとかしてさこうなっちゃうじゃん、例えばだけど、例えばっていうか、でそうなので、なんかこうか斜めになっちゃったりとか上になっちゃったりとかするから、あのねやっぱ誰開けてもらうのが一番かも、上手な人に。うん、ピアススタジオとか、まあ、新潟ないんだけどピアススタジオ。失敗したことある？わかんない、失敗ないかも。ないかも。うん、はい、ちょっとピアスの話はちょっと私のちょっとファンのみんながちょっと怖がっちゃうから。うん、慣れたか、さすがにもう慣れた。今日こそあやたろうニッキーと11時以降の連続ボーイが1時間早く分かった、頑張る、ごめんね、早くメール送る。うん、45分過ぎた、あ、ほんと？あ、聞いてるだけなら大丈夫、慣れた。ごめんごめん、私が開けてしまったばっかりに、多分もう開けないと思うわ。うん、多分もう開けないと思う、もう増やさないと思うな多分。痛いの嫌いだからね。うん、もう開けないと思う、え、本当に。うん、そうだね。違う違う、本当に、多分ね、多分ね、可愛いよね。可愛いからさ、でもみんなに心配かけちゃうんで。そうなの、まあいっぱい空いてる人なんかいっぱいいるけどさ。うん、髪の毛の声どれ、あ、本当だ。他にアクセサリー、指輪が好き、リングが好き。うん、でもあゆさ、あゆのこと推してて最近心配する？私結構ファンの人に心配
ストーブがつきました。心配かけちゃいがちじゃん。慣れた。うん、じゃん。うん、割といつもごめん。そうなの、だからね、ちょっと心配かけないように。そうなんだよね。だから私心配をかけないように頑張っていこうと思った。聞きたいんですが、プレゼントってどんなの、どんなものもらったらかな。何でも嬉しいよ、私がもらって。でも何でも嬉しいけど、なんだろう、何でも嬉しいけど、プレゼントでしょ。よくいただくんですけど、よくいただくものは、私がもらうのはね、はパジャマかな。パジャマ、あ、でも最近はそんなもらってないかも。パジャマ、パジャマは嬉しい。パジャマ着れるじゃん。あとは、嬉しいものでしょ。なんでものでしょ。今プレゼント何届くん？あ、届くん？ちょっと今受け取ってないんですけど、でも絶対にいつももらえてる。面白かったプレゼント、面白かったプレゼント、あ、芸人さんの靴下この間もらってちょっと笑った。で、持って帰ってきて履いて、で、山田に貸してから帰ってきてないんだよな。山田に靴下貸したんですよ。で、まだ帰ってきてないんだよな。うん、まあ会えてないんだけど、会えてないからなんだけど、そうなの。あら、そうなんですよ。もういただき物だし、そうなの。パーカー寄せると嬉しいよ。そう、でもメンバーに会えてないから、だからね、そもそももらえ、それが原因なんだけど。あと 何かな、もらって嬉しい、面白かったものでしょ。へえ、なんだろう、なんだろうな。なんだろう、なんか出てこない。よく面白いものもらうんだけど、ちょっと今出てこないな。もうぜひいつもありがたく使わせていただいてます。うん、あ、劇場に、そうだね、めっちゃ嬉しかったプレゼント。なんだろう、でもやっぱ何でも嬉しいし、嬉しいし、めっちゃ吠えてんだけど、でもやっぱ手紙も嬉しい。何でも嬉しいな。あ、ピアスも嬉しい。ピアス嬉しいね。あんま持ってないの、ピアス。しかもなんかいつも同じようなのばっかつけてるし、だからピアスね、くれると嬉しい。取れそう、取れなかった。はい、ね、あ、50分経った。そろそろじゃあ終わろうかな。ピアス送って大丈夫だよ、ピアスよくもらう。ピアスもらったこと何回もあるよ。あ、今日つけてないや。ピアスってダメなの？
アスもらったことある。これか、ほこり。え、ピアス大丈夫だよね。うん、ネックレスももらう、よくもらう、よくはもらわないわ、もらうとことあるし、指輪ももらったことあるし、あ、グループで違うんだ。ピアスよくもらうよ、よくもらうし、よくつける。うん、うん、はい。化粧品はね、そう、化粧品ダメなんですよ。そうなの。でもあれです、ビューラーとかメイクブラシはいただくが大丈夫だと思うそう。でもコスメ、リップとかアイラインとか、もうそういう塗るものがダメなのかな。はい、ちょっとね、ちょっといろいろダメで、なんかダメなものがあったりとか申し訳ないんですけど、はいうん、そう、クリーム系もダメなの。ピアスサイズいくつ？あ、ゲージ？ね、14までだったら大丈夫。14、16、18が大体なんだけど、うん、14ゲージと普通のファッションピアス、あの耳タブにつけるやつは大丈夫です、うん、詳しい、ピアス詳しい人いたありがとう。手紙書いてから読む、うん、スイッチのソフト、あ、スイッチのソフトもらったことあるから大丈夫と思う、うん、はい人気も、人気者じゃないよ、うん、でもね、ほんと気持ちが嬉しいので。2ゲージやばくね、こんなじゃん、あ、そんなのできない、うん、今お菓子ボックス何入ってんの？今は漢方しか入ってない、ちょっと食べ過ぎた昨日これ漢方漢方しか入ってない。あ、あれもあるわ、プリッツ、噛むたび弾けるうまみ、超カリカリプリッツ。プリッツといえばガタネですね。あとはリベラ、あとダースのいちご。このクリスプシリーズが本当に美味しい。え、もうないの？あといちごのチョコ、同じいちごのチョコですね、ストロベリーチョコレート、これめっちゃ美味しい、よく食べる。もうない、これしかない。あとじゃがりこ、あとは、あともう、あ、おいっ子のちょっとおいっ子にバレないように持ってきたソフトせんべいしかないよ。これ全部もないし、書いてない、うん、あー、もうこれしかない。これ、うん、のーって言われる。そう、いつもこれ、まあ、名前で呼ぶんだけど、なんとかくんって呼んでんだけど、おいっ子の話ね。うん、見てってこうやって、食べていいとか言って、ダメっていつも怒られるだから最近ちょっとね、うん、あゆ取らないでってそうなの、いいじゃん、ちょうだい、ダメって言われるそうなの。
なんか動画ないかな。なんかこっちに入ってるかな。なかった。なんだろうこれ。あ、公園の動画しかない。ないな。ご飯3杯はいけるほっこり話。レイちゃんもっと考えてくるね。おいっ子とのほっこり話。違う、かわいいの。なんかだってね、あゆがお菓子をちょうだいって言って食べるねって言って食べたらさ、追っかけてくるのお菓子に。可愛くない？返してって言って走ってくんだよ。でやーとか言ってふざけてるいつも。可愛くない？お菓子に走ってくんだよ。そうなの、可愛いの本当に。でまあ甥っ子の方が先に起きてるんだけど、いつもなんか共に来てたりとかするとね、私が大体寝てるんだけど、あーゆー起きて、あーゆー起きてっていつも起こされます。可愛いんだよ本当に。分かった分かった、起きろ起きろ起きる、はいはいはいって言うんだけど、そうなの。冷たい、マジで。ああ早く。私の顔に、ちょっと似てるかも。目が、目が似てるって言われる。私おばなのに。あ、めっちゃ二重だわ。そうなの。でも私の二重は綺麗じゃないからね。ほら、ここの線がいらないよね。じゃあこうでいいよねっていう。私の二重はね、もうこれどうしようもならない。こうがいいんだけどね本当は。ほらこれがいいんだけど、ほらどんどん潰れてくの。この線が意味が分かる。はい、明日は夕方、夜かな、7時、7時、いや6時、6時、6時半、6時半にする、いいよ。じゃあ明日は、あさって何作るか決めようの会しよう。はい、ゲーム配信したいな。そんな感じで、あ、なんか誰か香水見たいって言ってなかったっけ。今香水目に入ったけど、まあ、いっか。まあ、いっか。はい、終わりまーす。今日の配信だっけ、あれなんか見たい、いいよ、いいけど。
ラグがあってわかんない。え、見たい見たい。またね。あ、終わる。オッケー、終わるね。オッケー。見せていいよ。キャッて。これはヘアミストだけど、はい、こんなです。雑。え、マジ雑じゃない。はい、これです。終わります。マジ雑じゃない。インスタに上がるでしょう。はい、終わります。ということで今日は1位が3、2位が3、3位が3でした。はい、また明日、うん、犬が早くしろって言ってる。また明日配信したいと思います。夜の6時半。お疲れ様ありがとう。 See you ありがとう。お疲れ様ありがとう。おやすみありがとう。お水ありがとう。はい、うん、ではですね、終わろうかな。はい。今週ね、ちょっと読めなかった、読みたかったんだけど英語読めなかった、ごめん。うん。今日は、今日話した内容は、ゲーミングチェアの話と、何見るか YouTube の話と、あとはピアスの話と三つ編みできるかなの話でした。バイバーイ。待って待って、嫌いになんないで。バイバーイ。おしまい。